松戸三料劇場はかつて存在した日本の映画館である。1980年10月、千葉県松戸市に開館1993年に移転して松戸三料シアターと会称。サンスクリーンのシネマコンプレックスとなる。2006年3月31日閉館、翌日から松戸シネマさん社員となった。1980年10月、 国鉄常磐線及び新京成電鉄新京成線の松戸駅西口近くの千葉県松戸市根本14番地2号に三井不動産が開発したショッピングセンター三井アーバンヒル松戸が竣工し同ビル内の1階に松戸ンリオ劇場として開館した同ビルは黒川気象建築都市設計事務所の設計まくの施工によるもので廃業した 松戸ボールの跡地に建てられた。同館はサンリオの直営館であり、初代支配人を柳沢氏が務めた。当時同市内の映画館には、戦前からあった同市内最古の映画館である松戸時和館、戦後に建てられた輝き流会館、パンビ劇場、及び成人映画館の松戸慶應劇場、松戸弁天劇場の五館が存在した。 松戸市出身のアートディレクター、増田セバスチャンは開業当初に、くるみ割り人形を見て、以来の常連で、中でも、小学6年だった頃の1982年12月4日に、日本公開した ET を8回も見たという。1988年、同ビル内の1階、従来サンリオ直営のレストラン、ナットクラッカーだった場所を改装して、松戸サンリオ劇場2を開館。 従来館を松戸三里夫劇場一とする。当時小学3年だった松戸市議会議員山中刑事は同年4月に封切られた高畑雄監督作ホタルの墓を三里夫劇場で見たという。1993年近隣の本町21番地2号に竣工した都市総合開発第3ビルに移転して松戸三里夫シアターと解消 三スクリーンを持つシネマコンプレックスになる。後に四スクリーンになるが、二千六年三月三十一日に、サンリオの直営館としては、閉館、同館の四スクリーンは、同ビルの三階に入居していた、松戸シネマさん社員が継承、合計七スクリーンとした。松戸サンリオ劇場が、かつて入居した、三井アーバンヒル松戸は取り壊され、二千一年十一月、跡地に、 地上22階建ての高層マンション、パークスカイタワー松戸が建った。同館を継承したシネマサンシャイン松戸は2013年1月31日をもって全館閉館して撤退、同市内の従来型映画館はすべて消滅したが、2019年10月25日、テラスモール松戸内にユナイテッドシネマテラスモール松戸がグランドをオープンし、 実質6年10ヶ月ぶりに松戸市内に映画の明かりが灯った。その間同年8月23日より週3回の上映スペース、マットチネマが開館したことが報じられたが、わずか1年で活動休止状態となっている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます松戸サンリオシアターに関するカテゴリー。ありがとうございます。